ドイツの潜水艦を通じて、その建造技術を蓄積した韓国が、オリジナルの3000トン超級潜水艦、トサムアンチャンホの収益キャッチしました。今回は、このトサムアンチャンホ潜水艦が、まだ鉛蓄電池を使用しているや、太平洋潜水艦との比較を詳しく見ていきますね。一言で言うと、レベルが違いすぎる。2021年8月13日、韓国海軍では、最大の排水量となる3000トン超級の通常動力型潜水艦、トサムアンチャンホ級の一番艦にして、ネームシップのトサムアンチャンホが就役し、今後およそ1年をかけ、最終的な性能評価が行われて実戦配備される模様だ。従来、韓国海軍では、ドイツの209型潜水艦の一種であるチャンボ5級を9隻、214型潜水艦の一種であるソンオニル級を9隻保有し、一部を除いて、韓国国内でこれらをライセンス生産しながら、自国での潜水艦建造技術を蓄えてきていた。今回のトサムアンチャンホは、そうしたドイツ製潜水艦から得た技術をベースに、韓国海軍が独自の潜水艦として建造を進めていたものであり、設計から建造まで全て国産化したわけではないが、オリジナルではある艦艇だ。韓国で潜水艦建造を担っている造船企業は、デウ造船海洋とヒュンダイ重工業の2社であるが、トサムアンチャンホもその例に漏れず、その中でも、これまでのところ、多数のチャンゴ5級やソンオニル級を手掛けてきた、デウ造船海洋が建造した。ただし、2019年には、デウ造船海洋の大株主の銀行が、同社を、ヒュンダイ重工業のグループ企業の一員とする、株式売却に合意、新たな持ち株会社である、韓国造船海洋が設立され、事実上は、ヒュンダイ重工業が吸収した形となっていると言える。さて、トサムアンチャンホの初舷は、基準排水量3358トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルであり、乗組員数50名、機関部には、ディーゼルエンジンと鉛製蓄電池とモーター、燃料電池を搭載する非待機依存推進方式を採用している。日本の海上自衛隊の最新鋭潜水艦である太平洋は、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルで、乗組員数70名、機関部は、ディーゼルエンジンとリチウムイオン蓄電池とモーターを搭載している。島山康正弘、トサムアンチャンホと太平洋とは、寸法上からは近似値であることが見て取れるが、同じ通常動力型とはいえ、推進方式に相違があり、かつ、また、太平洋の方が、20名も、乗組員数が多いことが、よく指摘される点となっている。トサムアンチャンホのディーゼルエンジン、鉛製蓄電池とモーター、燃料電池での非待機依存推進は、ドイツの209型、および214型潜水艦と同様の構成であり、これらの技術を、ベースに同艦が建造されたことを物語るものだと考えてよいだろう。また、乗組員数の差についても、海上自衛隊の潜水艦が、消費と化を図れていないことは事実かもしれないが、長年培ってきた、潜水艦建造の技術、ノウハウの蓄積の中で、人間の担う工程を、そう安易に機械化できないとの安全策とも言えそうだ。ただし、海上自衛隊では、以前より、乗組員の確保、充足に、少子高齢化の国情からも苦慮していることは否定できず、長年居住スペース等の問題から、実現していなかった、女性自衛官の乗組員登用を、毎級層、留型の終盤から、解禁している。そうした点からは、今後の海上自衛隊の潜水艦でも省け人化は、不可避で優先されるべき課題であるといえ、実動する潜水艦部隊で近年の目標であった22隻体制を構築したものの、この維持とさらなる拡充には
必須の問題となるだろう。トサン・アンチャンホとタイゲイとは似たような規模感でありながら、同じような通常動力型の攻撃型潜水艦と一括りにはできない相違点が、搭載している兵装とその運用用途の面からも伺い知れるものとなっている。タイゲイを含む海上自衛隊の潜水艦は、攻撃型の潜水艦として、標準的な 533mm の魚雷発射艦を艦首部分に6門装備し、潜水艦や水上戦闘艦向けの各種魚雷や、アメリカ製のハープーン追艦ミサイルを主兵装としている。しかし、トサン・アンチャンホは、533mm の魚雷発射艦を、艦首部分に8門装備と、2門多い上に、セイル後方の艦の背面部に、6機の VLS を搭載しており、ここから、韓国国産のヒョンム 3C 巡航ミサイルを運用可能とされており、対地攻撃能力が重視されている。ヒョンム 3C 巡航ミサイルは、2010年頃に実戦配備が始められた対地攻撃用の巡航ミサイルであり、その最大射程距離は約 1500km に達すると言われており、北朝鮮は、ほろか、ほぼ日本全土を攻撃することも可能な兵器である。現在の日本の自衛隊の装備には、長距離の対地攻撃用ミサイルなど存在しておらず、むしろ、敵基地への攻撃能力を得ることは、憲法の定める自衛のための兵器の枠を超える行為だとして、野党等が強硬に反対を唱えているのが実情だ。こうした現状を知る人々からしてみれば、にわかかには、韓国のヒョンム 3C 巡航ミサイルが日本を攻撃し得ることは理解に苦しむが、韓国では少なくない人々が竹島、韓国名、独島を日本が奪還する恐れがあると考えて、その対抗策を持つべきと考えているようだ。そのため、その抑止力として、今回のトサン・アンチャンホによる長距離の対地攻撃能力の獲得を概ね歓迎しており、自国より潜水艦建造で先行していた日本に対し、同艦の収益によって立場が逆転したという声も漏れ聞こえてくる。トサン・アンチャンホが重武装であることは、今に始まったことではなく、例えば、韓国海軍の水上戦闘艦である、駆逐艦、セジョンデワン級などに、合計128セルにも、及ぶ VLS の搭載などと同様に、実際の運用上では機能しないのではないかとの指摘も多い。しかし、個人的には、まがいなりにも、トサン・アンチャンホの搭載する、ヒョンム 3C 巡航ミサイルが、物理的に、日本の主要都市を攻撃することが可能だという、事実こそ問題であり、歴然とした仮想敵国の、ロシアや中国とは同一視すべきではないと思える。そもそも、韓国は、日本と同じく、アメリカの同盟国であり、日本と直接的な同盟関係にはないとはいえ、あからさまに、日本を標的とすることができるような兵器の配備については、もっと大々的に取り上げて、しかるべき重大な問題ではないだろうか。歴史的に見ても、ここまで一方的に仮想敵国視されているような関係は思い当たらず、むしろ、完全に、韓国が、アメリカとの同盟も破棄するなどしてくれた方が、日本の防衛構想にとっても、わかりやすくなるとすら思えてくる。トサン・アンチャンホに話を戻せば、同艦は、最初期型のバッチ1と呼ばれる形式であり、すでに、あと2隻の同型艦が建造され、これに続けて、バッチ2、バッチ3と大型化し、搭載する VLS 数も、10機とさらなる重武装となることが見込まれている。加えて、韓国海軍では、バッチ3からは、推進方式を原子力にする意向を示しており、これが、北朝鮮や中国を利することにつながる恐れは、日本にとってより、一層拡大するとの懸念を感じずにはいられない。
今のところ、アメリカは、韓国の原子力潜水艦建造には後ろ向きであり、両国間の原子力協定に基づき、この計画が進められることを抑制しているのは救いだが、本当に、韓国が中国への従属姿勢を強めるならば無視しかねない。そうした韓国に対し、イギリスは、自国の航空母艦クイーンエリザベス級の建造技術をビジネスとして提供する動きを見せており、同艦のアジア太平洋地域への長期派遣も、日本にとっては、手放しで歓迎できるものではないかもしれない。